痩せる腸活レシピ、今回は無添加のクリームチーズの作り方をあなたにお伝えしてまいります。この動画では1つ目、なぜその無添加のクリームチーズで痩せることができるのかというその理由と、2つ目です、そのクリームチーズを食べるとその痩せることができるそのポイントについて、そして3番目、簡単に作れるクリームチーズのレシピを、その作っている様子の動画も最後アップしておりますので、ぜひ楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンや、またチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますと、もとっても嬉しいです。それでは早速お話伝えてまいりますね。ではここから1つ目の項目です。なぜこの手作りの無添加のクリームチーズで痩せることができるのかということになります。もうここで大切なポイントなんですけれども、それはこちら、無添加だからなんですよね。化学調味料や人工甘味料が入っていないから痩せることができるんですね。しかも健康的にです。例えばあなたがダイエットに良いと思って召し上がっているようなその食品の裏の原材料名を見てみてください。そこに例えば調味料アミノ酸などと書いてあったとしましたら、それが実は化学調味料のことなんですね。でまた糖質オフですとか、こうカロリーゼロみたいなね、その糖質カットっていうおやつ系もあると思うんですけれども、そういったのは人工甘味料が使われております。ですからこういった化学調味料やまた人工甘味料が原材料名に入っていたとしたらですね、それはやはりダイエット食にはなりません。残念ながらなることができないんですよね。それはなぜかというと、あなたが根本的に痩せ体質になることができないからなんですよね。この理由があります。もしあなたがこういった添加物たっぷりのものを日々知らない間にですね召し上がっていたとしたら、実はあなたの腸がもうヘトに疲れてしまうわけです。また肝臓もそうですよね。こういったものを分解するのに非常に負担をかけるわけです。まあ、お仕事で言うならそうですね、こう毎日残業みたいな、残業を続けてもう休みたいとかですね、ありませんか。そういった状態なんですよね。そうすると何が起こるかと言いますと、あなたの腸が疲れてしまう、まあ、肝臓も疲れてしまう。そうするとあの食べ物をですね、消化と吸収することがやっぱりできなくなってきてしまうんですよね。そうするとあなたがですね、食べているのにもかかわらず栄養不足に陥ってしまうわけですよ。でそうすると必要なビタミンやミネラルやこういろんな栄養素が吸収できないわけですから、あなたのお体はホルモンをきちんと正しくこう作ることができなくなってしまいますし、そもそもその働きが悪くなってしまうわけですよね。そうするとあなたのそのホルモンのバランスが乱れた結果、もう無性に甘いものが食べたくなる、脂っこいものが欲しい、一度食べたらもうこの例えば一袋のチョコレートはもう食べ尽くさないと気が済まないみたいな、もう中毒になってしまうんですよね。もう味覚が中毒化するわけです。そういったことにもなりますし、また体重の設定値ですよね、まあ別名デブホルモンと呼ばれるインスリンなんかもそうなんですけれども、あなたの体重をどんどん上げていくような設定にこうしてしまうわけですよ。するとそこにお体がこう合わせようと思って太っていくわけですよね。そういった意味でもこういった添加物ですが入っていないものを日頃から召し上がっていただきたいなと思って、私は今回このお話をしているんですね。そして今回はトピックがそのクリームチーズなわけです。そのクリームチーズの痩せ効果についてあなたに次の項目でお伝えしていきたいと思います。では早速2つの項目目ですよね、クリームチーズについてということで痩せる効果をお伝えしていきたいと思います。いや私ですね、私自身もチーズが大好きなんですね。でもちろん無添加です。もう材料は生乳と食塩のみという特別、そうですね、気に入ってるのは最近ではあのカマンベールチーズですね。
とかブルーチーズとか、ああいったチーズが私好きでよくね、いただくんですけれども、私の一人娘、マナ娘が好きなのはこのクリームチーズなんですよ。あなたもいかがですか？よくクリームチーズで、そのおつまみで、スーパーとかね、置いてあるものってよく目に、つくと思うんですけれども、もちろんお菓子を作る時のお菓子用のクリームチーズって売ってますよね。ただですね、原材料名を見てください。もう残念ながら、もう添加物がね、やっぱり入ってるんですよね。生乳とか食塩だけじゃなくって、 pH 調整剤とかですね、安定剤とか香料とか、もうね、泣きそうになるぐらいやっぱり添加物がたっぷり入ってるんですね。それをその私の娘が食べたがるわけです。いや、ママ私はカマンベールもいいけど、やっぱり私クリームチーズが一番好きって言ってね、やっぱり食べたがるんですよね。でも最初はもう、まあ時々ならいいかなと思って、時々ですね、普段カマンベールチーズを娘にも食べさせてね、あげてるんですけれども、まあ、時々ね、そう言われたらと思って、そのうーんって思いながら、こう泣く泣くクリームチーズですね、まあ時々はいいかなと思って買ってあげてたんですけれども、もうそれも今やめました。その代わり私が取り組んでいますのは、このクリームチーズをなんと簡単に手作りすることができるってことをですね、知りまして手作りしております。その作り方はね、次の項目で詳しくお伝えしますから、もう少しお待ちくださいね。で、このダイエットになぜクリームチーズが良いのかということなんですけれども、まずは腸内環境を整える食べ物だからなんですね。あなたがダイエットに成功したいと思っていらっしゃるようでしたら、もう心からですね、この腸内環境を整えることをお勧めします。なぜかと言いますと、腸内環境が悪いままですね、どんなにダイエットを頑張ったとしても、あなたご自身の体質です、痩せ体質ではないんですよね。腸が汚れていたりすると、何をしたって長期的に結果痩せることができない、その先はリバウンドが待ってるわけです。そうならないためにも、やはり腸内環境を整えてくれるこのチーズが発酵食品ですから、ぜひこの発酵食品を上手に日頃の食事に取り入れていただけると、痩せ体質になることができるんですよね。そしてその腸内環境を整える発酵食品だからこそ、善玉菌と呼ばれるその痩せ菌が発酵食品の中でも一番入ってるんです。なので増えます。そのことで腸内環境が整って、便秘も良くなり、しかもですね、こうチーズ、しかもクリームチーズって聞くと、なんか太るんじゃないかなというイメージが先行すると思うんですが、実は脂肪代謝を促進、要するにこう脂肪を燃えやすくですね、してくれる作用があるのがクリームチーズの中の成分にありますから、ぜひ適量召し上がっていただきますと、あなたの腸内環境が整って、痩せ菌が増えて、お腹すっきり、脂肪の燃焼も促進されるということで、素晴らしいダイエット効果があるわけなんですよね。で、さらにここで素晴らしいダイエット効果があります。それはこのクリームチーズを手作りするときに出るホエイですね。よく市販のヨーグルトのパック購入されたときに、蓋を開けたら上に水分溜まってませんか？あの水分がね、ホエイ、乳製といわれるものすごく栄養価の高いそのものになるんですよね。で、このホエイをベースにしたプロテインなんかも作られてるぐらい、もうホエイってすっごくタンパク質、ビタミン、ミネラル、要は栄養価が高いものになります。なので、その水が溜まってるとか、ビャーとか捨てずにですよ、捨てちゃダメです。もうそのまま飲んでいただいてもいいですし、お料理、例えばスープですとか、いろんなものに使えるんですけれども、そういったことに使っていただいてもいいぐらい、もう栄養の水分ですから、捨てないでくださいね。で、このクリームチーズを作るときに結構な量がね、出るんです、このホエイが。で、このホエイがまたその痩せ菌です。善玉菌を増やしてくれて、しかも悪い菌、デブ菌ですよね、を抑えてくれる効果もあり、また内臓脂肪を抑えてくれたり、また栄養価がやはり高いということで、ダイエット向きなんです。ダイエット中に栄養不足になってしまっては、痩せることができないですよね。ですから、そういった意味でも、本当にバランスの良いダイエット向きの食品になるわけです。
はい、それではここから3番目の項目です。簡単に作れるクリームチーズのレシピをあなたにお伝えしていきたいと思います。まず材料なんですけれども、市販のプレーンヨーグルトありますね、1パック 400g 入っているものを1つご準備ください。これだけなんですよ。あっという間にできますから楽しみにしてくださいね。でこの 400g のプレーンヨーグルトに対してクリームチーズが約 130g 程度出来上がります。結構な量ができますから、いろんなお料理やおつまみなどなどですね、アレンジしていただければと思います。で私はこのクリームチーズを腸活クリームチーズと名付けております。なぜかと言いますと、冒頭でお伝えしました通り完全に無添加だからなんですよ。もう一切何も、もう生乳しかないわけですよ。食塩すら入っていないというですね、もう素晴らしいクリームチーズになりますし、また出来上がりをですね、もうぜひまずは何も味付けすることなく召し上がってみてください。もうほんのりとですね、程よい酸味が効いてて、もうこれレモンが入ってるのっていうぐらい爽やかなチーズになっています。もうぜひぜひお楽しみに作られてみてくださいね。でここから実際に今度具体的な作り方をあなたにお伝えしてまいります。はい、ではここから具体的にお伝えします作り方に入りたいと思います。まず1つ目、ザルにですね、厚手のキッチンペーパーをまず敷いていただきます。私はリードさんのクッキングペーパー使ったんですけども、これすごく良かったです。厚手で水分を吸い取ってくれましたのでおすすめです。しかも破けないというですね、強めの厚手のものを使いました。その中にヨーグルトを入れるんですけれども、そのザルの下にはボウルを敷いておいてくださいね。そこにホエイがだんだんと染み出てまいりますので、まずはボウルの上にザルを入れて、あ、すみません、ボウルの中にザルを入れてキッチンペーパーを敷いた後にプレーンヨーグルトを全部全量入れてください。そして2つ目です。そのヨーグルトをキッチンペーパーで優しく丁寧に包んでいきます。そして上に重しですね、私はお皿を置いてちょっとこう重めのね食器を置いて重みつけたんですけれども、まあ、どんなものでも構いません。しっかりと水分がこう落ちるようにギュッと重しをしていただければ OK です。そしてそのまま冷蔵庫で約 4,5 時間程度冷やしておきます。ここまで大丈夫ですか？そしてですね、 4,5 時間経った後に3番目、冷蔵庫から取り出していただいて、下のボウルにホエイが溜まってますから、そのホエイ乳製ですねを別容器に移していきます。でこのホエイは後からスープであったり、またいろんなカレーとかシチューとかですね、いろいろなものにアレンジができますし、ものすごく、まあ、そのまま飲んでも大丈夫なんですけども、栄養価が高いものですから後から使えるように取っておきましょう。でもしすぐに使えないなっていう方は冷凍庫で、まあ、アイスキューブみたいな形でこうブロックタイプに凍らせておいて長期保存も可能です。ここまで大丈夫でしょうか？そうしましたら4つ目です。また新しいキッチンペーパーに変えてくださいね。そしてまたこの1番と2番の工程を繰り返します。これ2回目になりますよね。で同じように冷蔵庫で 4,5 時間経ったら取り出していただいて、でその時にまたホエイを、ね、出すんですけれども、崩れない程度の硬さにヨーグルトがチーズに変わっていたら出来上がりのサインです。いかがですか？簡単なんですよ。もうただボウルとザルとキッチンペーパーがあればですね、あとお蒸しですね、もう入れてただ冷蔵庫でも待つだけなんですね。でかなりの量ができまして、私が今ですね気に入っている食べ方は、そのクリームチーズに岩塩ですね、塩の結晶をおろしてですね、パラパラとその岩塩塩を振りかけた上に、ほんの少しティースプーン、半分程度でしょうか、オリーブオイルをかけて食べたらもう
当にですね美味しいですね。でまたちょっとデザート風にしたいな、おつまみじゃなくてですね、デザート風でした。私は、まあ、少量の蜂蜜を垂らしたり、あとはメープルシロップもね美味しいんですよ。あとはあのプルーンですね、液状のプルーンのエキスをかけたりとか、もういろんなアレンジができます。もちろんそのまま食べても美味しいですね。なので今の工程をしていただきますと、無添加の痩せるクリームチーズも美味しくできて、しかも栄養価の高いホエイです、もうタンパク質がたっぷり含まれたその乳製ですよね、もうできて、もう一石二鳥なわけなんですね。なのでもちろんそのまあ動物性のタンパク質ですし、そうですね、まあ、糖質は低めですが、ちょっと脂質がですねやっぱ高めになりますから、食べ過ぎには注意してください。あのついつい美味しくて食べ過ぎてしまっては、あまりですね、まあ何でもそうですね、食べ過ぎると腸が疲れてしまって太ってしまいますから、もうぜひ食べ過ぎには気をつけてあげてくださいね。それではここからこの動画のまとめに入りましょう。1つ目、なぜこの手作りクリームチーズで痩せることができるのかでしたね。それは市販のクリームチーズと比べて化学調味料や、例
えば人工甘味料、まあ、その他こう要は添加物が入っていないから結果腸を負担をかけずにあなたは痩せ体質になることができるんですよっていうお話でしたね。で2つ目です。このクリームチーズを食べるとなんで痩せるのかということなんですけれども、発酵食品だからでしたよね。痩せ菌がたくさん入っている発酵食品です。発酵食品というのはもう発酵してますから消化に負担をかけない食べ物になるんですよね。しかも痩せ菌がいっぱい入っているもうベストな食べ物、もうダイエッター向きの食べ物になります。そして3つ目、腸がつくほどの簡単レシピでしたよね。もうただただ冷蔵庫に入れておくだけというですね、あのような工程でこんなに美味しいダイエット向きのクリームチーズができてしまうんですよということで、その様子を踏まえた動画も見ていただきました。ぜひ今すぐあなたも美味しい美味しい手作りのクリームチーズを適量召し上がっていただいて、あなたのダイエットをその加速させるお役立ていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。